実は俺ここあ、聞こえますか？あ、聞こえます。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、喋れる人3人か。ここにいます。はい。ボットです。僕ね、まだ初心者なんでボットしか倒せない。あ、強いですね。強くないです、偶然です。危なかないと勝てない。下手なんでクラピョンさんが頑張ってるんで、あっち行きましょう。うん、あ、でもやつが切れたのかな。頼りにしてます。俺最高がね、ま、初心者なのか上級者なのかわからないけど、ま、ね、26。すごいですね。俺って初心者なのかね。あそこにいます。あっちにもいます。あ、こっちにも。さすが。あ、いった。何こいつ、ボット？タン。ボットだよ。ミスった。ちょっと待ってね。このスピンなんだ。もう一人いるかな。あ、頑張ってる。この猿の人すごいね。強いね。ギャラクシーです。あのスキンってなんて言うんですか？いや、あのキラキラのですか？はい、あれギャラクシーって言います。なんかあれおかしいですね。お待たせしました。わあ、敵またいますね。俺ちょっとは連続で死ぬ。カット。これもボットちゃんですよ。ナイス、うまい。もうボットだらけだ。俺弾が全然ない。ショットガンの、ショットガンの弾あげますよ。ゼロか。あー、どうやって戦ってるんだろう。あ、ありがとうございます。どうぞ。もう一人いますね。ナイス、うまい。んー、なんかぐちゃぐちゃだな。いっぱいいるな。え、皆さんって小学生なんですか？僕小学生。みんな今日みんな学校どうしたんですか？なんで休みなんですか？そうですよね。あ、あのね、僕インフルエンザなんですけど、熱が下がっても元気で。ダメやないかい、遊んでたら。それは僕はちょっと先生にチクったる。
でもね、でも今ね、俺の学校あっていうか俺のクラスがね、学級閉鎖。ああ、なるほどね。そうするとみんな休んでんのね。うん、僕は風邪ひいて、僕風邪ひいてそのままゲーム中です。なるほど。すいません、あのピストルの弾ってありますか？もしお使いでなければ。あ、多分ある。ちょっとでもいいの？ありますよ。ああ、こんなにありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、もうちょっと本当嬉しくて涙出る。ありがとう。これでピストルが使えます。ピストル強いっすよね今。あのね、猫くんっていう人がピストル縛りとかいう、うん、あーあーやってるね。なんかさ、今喋ってる猿のスキンの人の声なんか聞いたことあるような気がする。僕ですか？僕は普通の人です、うん、普通のおじさんです。多分君たちもお父さんぐらい、そう、お父さんぐらいかもしれません。めっちゃおっさんです。そう、アンチいきますよ。そうですか、みんな、うん、あのインフルエンザなどなどで学校はお休みなんですね。僕インフルエンザかかった理由知ってますよ。誰にもらっちゃったんだろう。隣の席の人ですね。本当に、まあ、しょうがないよね、学校はね、集団生活だからね。あ、アンチ大丈夫ですかね。私ちょっと僕大丈夫じゃなさそうな気がします。ちょっと一段目ですから。あ、でもいける。まだね、俺が一番体力少ねえかも。やばいね、二人もね。上杉謙信とね、上杉謙信と武田信玄じゃなくて寿司がうまい君、ちょっとやばいね。どうしようか。はい、やばいですよ。あ、読めたんですか、これ。ここさ、あれなかったっけ、焚き火。ちょっと、あっちでやり合ってるんで、ちょっと漁ってもいいんじゃないですか、ここ。回復出ないっす。あ、ここ焚き火あるはずっすよ。ね、ありますよね、ここね、焚き火ね。あった、あった。あった、あった。じゃあ焚き火当たりなさい。みんな、青の人来て。寿司がうまい。あ、確かに寿司うまいっすよね。寿司うまいでしょ。おー、ナイス。寿司うまいな。寿司まずいって言った人おるんかな。いやー、まあ、嫌いな人は嫌いかも。寿司は何がお好きですか？もちろんマグロでしょう。やっぱりね、子供はマグロだよね、やっぱね。マグロだね。フラピオンさんをかけます。あー、飲まれた。でも、ついて買うのになかなか時間かかって。やべえ、俺もやべえ。美味しいな、ちょっとこの。ね、またアンチ遠いですよ。なんで俺らっていつもアンチが遠いんですか？エピックゲームズさん、ね、ある、ほんと、あるあるですか。わぁ、あそこいますね、いますね、いますね、あそこに。しかも死ぬかと。ナイス、あ、だ挟まれてますね、どっちかに死ぬかも。わぁ、後ろから撃たれて。この人回復持ってるかな。回復持って、あ、出してる、ウィリポ。1人ダウン。でもウィリポしか持ってねえ。クラピオンさん、あ、外した。クラピオンさんごめんなさい、スナイパー外してる。俺何発も外してる。やばい、あっちがやばいですよ。あっち行きませんか。クラピオンさんの方行きましょう。クラピオンさんの方行きましょう。まあ、あっち行かないと。すごくいい位置取りしてくれてるんで、みんなクラピオンさんについていくぞ。おー、おー、まあ、アンチ遅いから多分いける。シールカット。ダウン。ナイス、うまい。もう一人おる。あ、あ、この家の中います。よいしょ。あ、ごめん、危ないよ、花火。はい、見えてます。さあ、2階に突っ込む。2階に突っ込んで。おっと、下に、下に逃げた、下に逃げた、逃げたぞ。ドン、ドン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 。はい、ナイス。オッケー、ダウンです。
ナイス連携で、回復は威力が落ちてんだけど意味がわからない。じゃあエピックゲームさんに、なんでこんなところに何してますか、なんで喋らないんだろう。それはね、いろいろあるから。おなんだこれ、なんだ、敵の壁か。あ、サンキュー、ナイス。もういい、もういいかしら。あ、ごめん、弾切れたマジで。あ、あと2人ですね、味方かもしれない。よし、俺ら本気出すか。わあ、合計で20キルだって、みんな。寿司うまー、敵しろ、索敵しろ、敵を探せ。ナース、これも、あ、フレンドになった。どこに置いてるか、みんな、おった。あ、シティ、こっち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 、来たね、来た来た来た。はい、動き出しちゃうの。はい、ボットちゃんか、これ違うか。シードカット使う。ナイス。あれ、すげえ金ロケラ持ってる。あと一人か。じゃあ、まあ結果する気になったで、誰だ、誰が打たれ、撃たれとる。誰、上杉謙信撃たれてる。あ、敵撃たれてないっすね。僕っす。ああ、寿司、あ、本気出しますよ、僕今から。寿司決めちゃって、決めちゃって、150ダメ、決めちゃって、あ、決めた、ナイス。はい、ナイス、どうもありがとうね。なら、またフレンド、フレンドの人、あ、フレンド申請送りますね。もうフレンドになってんのか。なら、僕、ロビー戻るので、寿司がうまいに入ってください。はい、オッケーです。じゃあ、上杉謙信くんと寿司がうまいくん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、二人ともお大事に。はーい、はーい、はーい。まあ元気なんだけど